お、今日も一番、こんばんは。そうです。明日から名古屋の女になります。週に1回、名古屋タイム。今 LINE でココハが、レナまた配信してるって言ってきました。え、お腹痛いの？大丈夫？痛いの痛いの飛んでけー。2部です。ココハ来るんじゃない？じゃあ。3人来てほしいな、普通に。大丈夫？大丈夫？大丈夫も来てほしい。ね、何泊だっけ。あ、でもね、明日は帰る、一旦明日一旦帰って、でね、明後日またかな、わかんない。ちょっといつもちょっとギリギリに予定を見ていろいろ決めるから、明日泊まるか迷ってます。明日泊まるか帰るか迷ってますね。ここはに、え、なに。ビギナーって撮れるんですか。てかみんなさ、ココハの配信に最後までいたよね。レナハイ行くよって言ったのに、途中で。洗濯なしパターンですね、今回は。お、いいね、今日の夜ご飯も美味しそうだね。うん、南京町。そう、南京町。一応それマジで同期と行きたいです。兵庫同期と回りたい。うん、ココハじゃん。あれ、あ、ココハも一緒の部屋に泊まりに行こうかな。レナが行くわ、ココハのところに。え、泊まっていい？マジで泊まりたいんやけど。普通に泊まりに行きたい。お泊まり会しようよ、みんなで。レナ派の人いないの？レナ派の人いないの？行くよって言ったのに。ココハえー、写真撮ってよ。もう食べちゃった。今日ガイありがとう。写真待ってた？ありがとう。うん、ゆうがフレンちゃんの声で揺れちゃうね。それな。ココハの手料理、いや作るわ。止めてくれるあれで、お礼でレナがココハに料理を振る舞いたいと思います。そういう日があれば。何がいいですかね。オムライスとか良くない？可愛くない？なんか可愛く作れないけど。カメラの上村も、あ、ハートだー。一緒していい？え、ダメだよ。レナのファンじゃないとダメ。一緒にあのお泊まり会していいのはレナのファンだけ。みんなレナのファンじゃないからダメだよ、来れないよ。残念。残念だよ。ココハは髪を下ろしてる方が可愛い。え、それな。普通さ、なんか髪を下ろしてたらさ、顔大きく見えちゃうじゃん、レナみたいに。なのにココハは髪を下ろしてたら、おるじろえたやる方が可愛いんですよね。ケチャップでココハって書いてあげる。きなこさん、よろしい。あ、きなこは待ってるの？いいね。きなこ文字しかなくない？きなこ文字しかなくない？じゃあ無理ない。え、諦めんの？そこ諦めんの？自分レナちゃんのファンです。お、じゃあお泊まり会参加できるよ。前も待ってたよっていつも言ってるけど、スルーするってどういうこと？え、待って、待ってたよって言ってた、ごめんね。ごめんね、ありがとう。ごめんね、いつもありがとう。え、みんな諦めんの？あ、髪下ろしてても可愛いですか。やった。きなこご飯嫌でしょ。ねえ、その会話見てないんだけど、レナ。
きなこ、きなこってむずくない？きなこ餅しかなくない？きなこ餅しかないよね、きなこって。今髪の毛くぐってあげようか、ポニーテールに。ダンスするし、この後。きなこ嫌いなの？オムライス嫌い？きなこレシピ募集します。ねえ、ココア一瞬で抜けたんじゃない？ね、だるい？なんで抜けんの？なんで抜けんだし。じゃあこれいらない？これいらない？お泊まり嫌い、わかる。え、めっちゃわかる、それわかる。え、めっちゃわかんだけど、マジ人生でお泊まり数回しかしたことない。てか来られたことはあるけど、数えれるぐらいしかしたことないかも。てか触覚いらないんじゃない説が出てきた。牛乳きな粉もいらない、ダメだよ。牛乳きな粉なんかダメで、ダメに決まってんじゃん。触覚はいるか、ちょっとハゲて見えちゃう。ほらねえ、ココア一言で消えないで。ねえ、やだ、嫌な人だ。やばい、ココハに怒られる。俺の子が嫌な人とか言うんじゃないよって怒られちゃう。面接に来ました、面接に来ました。3年生の柿本玲奈です、よろしくお願いします。面接に来ました。面接人生で一回もしたことない、コロナで亡くなったから。コロナでないからさ、一回もしたことないんだよね。大学もさ、なんか通知は、ご趣味は、趣味は、趣味は、趣味は料理をすることです。どうぞ。お彼氏のえ、いや待ってください、あの私はまだまだできるので帰りません。帰りません。私はまだまだやりたいことがあります。あなた方とやりたいことがあるので帰りません。帰らったん、少し死んだ、嫌われた、嫌われた、面接官に嫌われました私。うわー、ちょ、髪長すぎてやばいって、普通に切りたい、邪魔だわ、そう、さすがに。おっつ、膨らまないスポンジ開けますよ私。対決、対決しましょう。膨らないスポンジですけど、なあ、なんか汚くない？レナの、何これ、なんだっけ、馬、ポニーテール、ポニーテールくぐるときさ、顔がつる、ギュッて、わかる？ポニーテール。え、前髪ね、また後で切る、今からダンスするから。いいんじゃない、もうこれぐらいでダンスするだけだし。いいよねこれぐらいで。これってさ、あんまり高くないよね、ポニー、ほら、あんま高くない。雑さ、なんだろう、なんだろう、何さが目立つ、無理、オッケー。この角度、どの角度、これわかんない。ボサボサじゃない、ボサボサだよね。え、ボサボサすぎん、あ、丸、あ、ただの丸、あれ、あ、え、待って、星じゃなかった。丸でした。じゃ、熱いんだけど、普通に切ろう。
髪の毛くぐり終わったらさ、毛先がね汚くなっちゃうんですよね。絡まっちゃうんだよね。ボサボサなんだよ。ここだけ頭出てる。だるま緑だ、ありがとう。ワンちゃん頭の形変説あるよ。お花になるだるまとならないだるまがあるんだ。その違いはなんだ。違いあるの。痛い、抜けてなかった。え、ね、やばくない？ボサボサすぎてやばいんだけど。あ、アイラブユーだー。あれ、いつもこう出るよね。このところもあるんだ、ありがとう。そんなあなたには私のポニーテールを差し上げます。特別に。あ、期間限定なんだ。虹顎になる角度。よし、 OK じゃない。ゆは結構最近ポニーテール率多いよね。オッケー、完成。踊る準備完了すぎる、踊る準備完了すぎる。ねえ、やばい、絶対ここおかしいよね。頭の形変なのかもしれない。まあいいや。え、長いよね。髪くくったら長くない？見えねえし、普通にこれぐらい。わかんないよね、あんまり。わかんない、長い。あ、わかる。学校は下ろしてるね。下ろす、下ろしてます。見返り。あ、長い。あ、長いの分かった。腰までは行ってない、まだ。よく分かんね、すごいね。おへそぐらい、おへそぐらいでした。昨日長いなと思って、おへそでしたね。おへそにありました。いい感じですかね。じゃ、最近さ、触覚もさ、なんか迷ってて、触覚もね、どんな触覚にしよっかなとか、ここ切ろっかなとか、なんかいろいろ考えてるんですよね。どうしようかなって思ってます。おへそぐらいですね。おへそと腰、いや、わかんない。おへそ上ぐらい、横向くの。え、わからんくない？髪の毛の長さわかる？わかんないよね。ボサボサすぎてやばい。まだダンスしてないのにさ、ダンスしましたみたいな人になってる。ハゲてるし、やばい。ちょっとラグかったかな、さっき一瞬ラグかった気がした。あ、髪の毛の長さじゃないの？何？髪の毛の長さ？横レナですか？違う、違います。こんばんは。全然お気に入りってことない。なんかそこら辺にかかってあったから来た。ポニテしてるこの横顔が見たいんじゃ。そうなの？ねえねえ。って感じ。違かった。それは違うんだよって怒られそう。
こんばんは。30分前に起きた。おはよう。ほら、せんでよかだってしなくていい人いるんですよね。誰に言っていいですか。死んだ。厳しいな、みんな。反則だった。いや、嘘。第2部です。お兄ちゃんの横顔、そうなの。横顔いいんだ。みんなの横向いて、ちょっと同期にまたレッスンの時にポニテしたら横で喋ろ。ねえねえの声可愛かったな。ねえねえ、イエーイ、やったって感じで急に現実感。今殴りたい。殴らない。笑わずに横向いてもらっていい。笑わずに。真横？真横ですか。はい。短い？絶対太ったよね、レナ。絶対太ったよ。え、なんか違うよね、絶対。何このなんか横。絶対いらないじゃん。笑っちゃってた。今ねボス。はい、誰かボスしといてください。45度斜め横。ねえ、どこ。どこだよ、ここらへん。じゃ、なんか操り人形にされてるみたい。ブログかな。あ、かわいい、ありがとう。後ろ、あ、だからストップ言ってよ。後ろから振り向いていくか。コメント見えないけど。ストップ言って、ストップ。はい、じゃん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 。わかんない。わかんないわ。135だってどこだし、わからんのよそれが。後ろが一番かわいい。え、それなんか嬉しくないんだけど。こっち向く。え、そこどこ。どこよ。え、後ろ姿がいいの。本当に言ってる、みんな。マジ本当に。はい、あ、やばい、髪の毛でリップ倒しちゃった。はい。カチューシャだと斜めこっちよ。斜め後ろなの。斜め後ろなんですよ、カチューシャ。真後ろじゃないんです、実は。顔が見えなかったらいいのか。かきれなはちょっと後ろ姿が人気ですね。私寒くなってきた。28度なので26にしました。後ろ姿一番可愛い。ちょっとひどくない？ちょっとひどくない？横顔。横顔。可愛いってね。なんでさ、後ろ顔ないじゃん。後ろ顔ないのに。顔見えないと掃除力がかき立てられる。ああ、そういうこと。なんかやだね。なんかやじゃない。だってさ、レナのことをさ、例えば知らない人がいるじゃん。で、レナがさ、後ろに向くじゃん。でさ、なんかあの振り返ったら、え、ちょっと違うんだけど。とか思われて嫌じゃない。自分の角度ない、全然。振り向いたら切れなでや。だっていいでしょ別に。いいでしょか、切れなでも。え、日出ししてるか、切れなそうとか、後ろの方が可愛くないよ。可愛くないです、必死なので。あ、それかな、どれ。わかんない。ね、振り返ったらなんだか綺麗なってなるよね。おもろ、それおもろくない、でも。なんでなんか綺麗なのってなりそう。
関係ないだけ。ひどい、ひどすぎじゃん。振り向いたら推しメンが、確かに後ろ姿可愛いな、振り向かないかなと思ってさ、振り向いたら推しメンとか最高じゃん、幸せだね。夢で出てきそうじゃない、そういうシーン、そういうシーン夢っぽい。今日の夢はじゃあそのシーンでお願いします。ねえねえの角度が一番良かった。どの角度、わかんない。わかんないわ。その角度をじゃあ研究したらいいんじゃない、その角度でずっと配信する。ここら辺でそうだねそうだねとか言って。鼻血大量に出してたのやばいじゃん、ストレス溜まってんじゃない。切れないの誰かだと思いそう。ああそういうこと、あ駅でもし見てもってことかな、わかんないけど、そういうことかな。関係ない、100匹怖いな、100匹は怖いか、確かに100匹は怖いよね。あ福田ありがとう。100匹は確かに怖いわ、一斉に振り向いたら、しかも一斉だね、てか順番で振り向かれても怖くない。記念の最初毎日見てるからステレスいな。ねえなんでそんなこと言うの、幸せでしょ幸せ。お昼の一匹でも、えでもさ、なんか嬉しくない、なんか最近はファンの人がたまに出てくるんですよ、夢にたまに出てくんの、そうそうなんですよ、たまに出てくるんですよ。たまに出てくんの最近。限りの一匹怖いよね、幸せだよ。幸せなんだね。隣の席の子のテストをカンニングしようとしてるぐらい。どんな角度。わからん。よかったでしょ、ちょっとたまに出てくるんですよ、痛い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 。いやだってカンニングだからさ、見てる感大事じゃん、こうやって。え可愛いの、さっきのカンニング可愛いの。ダメじゃん。そうファンの人出てくる、たまに。なんかみんな可愛いって言ってくれるやん、なんで。絶対してんじゃん、払ってください。夢の中で払っとくわ。じゃあ今日の夢は何円でしたとか言って、作ってないし、ね、なんか欲しいんや。え右隣に消しゴムを落とした時やってみた、時やってみて、え床にってこと、床に消しゴム落とすの、レナがってことですか。いや画面から消えるし、まず床だったら画面から消えるわ。ポニテが人気すぎてウケる、こんな適当な髪型なのにみんなありがとう、嬉しがってくれて、いつもストレートだからか。後ろにプリント貼るとき、後ろにプリント貼るの、どうやって、推しピン、こんばんは、すでに912円、あいいねいいね、しかもなんかちょうどいい感じの時給っぽいし。ストレート好き、下ろしてるのも上げてるのも好きですか。そうポニテなんですよ今日は。今日はポニーテールです。お団子いいね、お風呂の時はずっとお団子だね。なんかお風呂の時になんか湯船に浸かる時にトリートメントをつけたまま髪の毛をお団子にして、
あの洗うと髪がトゥルトゥルになるんですよ。ぜひやってみてください。本当は 3,4 分でいいんですけど、10分ぐらい置いとくと、え、どんな夢だっけ。いや、直接会ってる夢で、直接会ってて、なんか顔も分かってて、なんか顔というか、なんか普通にこう直で、こう普通にこの距離で、え、何々さんだよねみたいな、トーク会とかそういうのじゃなくて、なんかプライベート感で、え、何々さんだよねみたいな感じで喋ってた記憶がある。そこしか覚えてないけど、ちょっと誰かは内緒でいきたいと思います。トーク会の時に聞いてください、私ですかって多分聞かれないと思うけど。そんな髪ないのわしには不要じゃん。やばい、みんな、まあまあまあ、団子するほど長くないよね。みんな追い込まれる夢見たの、やばいじゃん、ダメじゃん、やばいじゃん。夢の顔と現実の顔違ったらおもろいのに。いやでも夢だから、なんかそんなにしっかりは覚えてない、しっかりは覚えてないけど、会ったことある人ですから。そうですね、そうそうそう、なんかプライベート感でした、なんか多分プライベートみたいな感じ。そう、なんか2人じゃなくて、なんか他にも何人かいて、それが誰かは覚えてないんだけど、そうなんだよね、そうなんですよ。あとね、あと2人ぐらい出てきたんよね、全部でね、違う日やど、いや違う日なんだけど違う日なんだけど、違う日に普通に全部でってことね、3人ぐらい出てきた。だから3日ぐらい、今までで3日ぐらいファンの人と会ってる夢を見たって感じ。会ったことないから、会ったことあるんよ。一応劇場披露目前だった。それ聞いたことあるわ、すごいよね、本当に運が良すぎる、普通に天才じゃん、使いまくってんね、うん、運使いまくってますね。やばい、今何分、みんなやばいかな時間。ラスケ、ラスケ出過ぎてないか大丈夫だな。最善の人が限りなルームに2人もいるんですけど、すごくない、すごくない、会ったことあるのも夢だよ。え、そうなの、そうなの、嘘でしょ、なんか数回会ったことある気がするんだけど、全部夢なの。でも端っこ大変やって、ああそうなの、え、けど見えそう普通に。あと15分、ほんとだ、ありがとう。普通に言ってあげたいもん、あなた出てきたよって、夢に言っていい。ダメだよね、言わない方がいいよね、言わない方がいいよね、言わんとくわ。うーん、ココアサイリウム、え、なんで知ってんのココアの、え、どういうこと、ココアのサイリウム、え、どういうこと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 、あ、カギラの目の前だったの、すごくない、え、じゃあ下手側でした、え、すごくない、最近下手と上手さ、あのたくさん覚えてきた。上手が左だよね、レナたちからしたら、で下手がレナたちからしたら右だよね、覚えてきたんですよ最近。夢で握手会に行きました、ぜひ来てください、今年は夢じゃなくて現実で行ってもいい。誰か知らずに12期生、そうだね、急にお披露目ってなってあれですもんね、まあ、裏では本当に緊張してたんですけど、もう言わなければいいんじゃない、ああ名前ね、たくさん覚えたって、ニセロやろ、たくさん覚えた、何たくさん覚えたって言ったっけ、レナ、あ、覚えてない、なんだっけ、え、待って、何覚えたの、え、待って、レナって何覚えたの、え、何覚えたって言ったっけ、レナ、ん、あ、下手と上手だ、
合ってるよね、合ってるよね。ね、夢で握手会いいね。無料だし死ぬんだけど普通に。鍵の音が俺の前で、え、なんでいいじゃん、よく見えたのかな。じゃあレナのこと、あ、夢にレナ出てきた、何してたんだろう、緊張してるように見えたと。いや緊張したよ、神手としまて、神手としまて合ってるよね、すごくない、すごいよね。だけどリハーサルの時に何もない何もないです。手形会もサイン会も夢にちょっとお邪魔したいところなんですけど、どうやって登場しましょう。なんか一緒のこと考えながら寝たらさ、同じ夢見れそうじゃない、分からんけど、そんなことないかそんなことないね。何を言いかけたんだえ、いつもさコメントでさ、なんかクサクサクサみたいな送ってくれる人めっちゃ好きなんだけど、なんか数人いるじゃん、なんかレナがなんか言ったら、あ、間違えたとかさ、なんか言ったらクサクサクサみたいな、それだけ送ってくれるのめっちゃおもろくて、なんかすぐに自分が面白いっていうのを届けたいのかなって思って、なんかわかるかな、なんかめっちゃ笑っちゃうんだよねこっちも。いや、じゃあ心配だった、なんでよ、よろしくね、撮ってもらいたい、あ、釣ります枕の下に置いて寝るか思ってないのかいいや違う、草じゃなくて、あの草草草だよ腐ってるしそう、これをちょっと何人か送ってくれる人がいて、それ見たら笑っちゃうんだよね、なんか草草草が好きで、なんかレナ好きで、なんか本当に笑ってるように感じんの、本当に笑ってなくてそれを送ってくれてるだけなのかもしれないけど、なんか笑ってるように感じちゃって、あの、よかった面白いこと言ってってなるんだよね決済今日までですって、皆さんオンラインなんちゃら〇〇のあの www です。そう、真顔でクサクサって送るときが、え、9割なの、え、やだ、何それ、やじゃんなんでそんなこと言うの笑ったことありませんくさやだね、え、なんかあれみたいになってるし、ネットのユーザーなんちゃらみたいになってるし、点とかつけちゃって、え、なんかな、え、そう、ユアがあのわらわらわらをつけるんですよね、結構それがおもろくて、多分ユア的にはほぼあんまり笑ってないんだけど、おもろぐらいだと思うんですよ。けど LINE とかでも結構クサ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 みたいなレナはちょっと LINE とかでは爆笑派なんですよ。そう、爆笑爆笑みたいな緑入ってないよあ、制服の目の、制服の目の子応募も今日までです。皆さん応募しましたか。そう、ラグがあるから多分みんな早く送ろうとしてもらって、自分の感情を早く送ってくれると思うんだけど、そのわらわらわらが確かに早いんだよね。だからちゃんとなんかレナとタイミングが一緒にわらわらわらってくるから面白くなっちゃうんだよね、余計それ見て。雑草草だよどういうこと、あー、なってんの送るときに、ウケる、それやばい、ピクやばい、口角ピクやばいね笑ってんじゃん。そう、爆笑爆笑爆笑って言うんだよね。え、ユア大マジよね。え、かきれなも笑ってるね、結構。爆笑多いときは笑ってる。あ、応募した、応募した。おー、いいね。かきれな LINE 結構既読スルーしますね。結構既読スルーもするし、未読もするし。そうなんですよ。応募したよ、わらわら。やだね。応募しました、皆さん。どうですか？当たればいいですね。みんな当たればいいね。何人ぐらい応募してんだろうね。だってさ、ここのルームだけでもさ、こんなにさ応募してるんだよ。最善当選したから、そうだね、 DMM 最善ちょっと見守ってもらって。なんでよくニヤニヤしてるっていう、ニヤニヤしてんのしてるんだ、あ、いいね、いいじゃん、その情報いいね。既読スルーを最低、既読スルー結構するんだけど、え、しない、みんな既読スルーしない。あ、投票機能いいね、
つぶやきのよくない。確かにいいかも。え、あれだよね、応募した人と応募してない人ってことだよね。そう、既読無視やろうって最近言われてて、けど最近はちょっと直した。既読無視やろうって言われてるから直しました。最近は直したね。既読無視はやめようと思って。いや別に無視はしてないんだけど、心の中で結構既読つけた時に心の中では返信してるんですけど、とかグループ LINE ってあのなんかリアタイでその会話に入れないんですよ、私こう見えて。なんかめんどくさくなっちゃって、そうなんかリアタイでなんかこの会話ができなくて、一緒に入れなくて、はい、別に入ることできるんですけど、なんか話が長くなるのが嫌で、んでなんかスタンプとかでさ終わるじゃん。終わったらそれを後から既読つけるだけみたいな、そうって感じです。未読も既読もって感じですよね、はい。あとなんかもう1ヶ月ぐらい返さなすぎて、もう忘れてるだろうって思ってるから勝手に既読つけて通知をなくすみたいな、最低じゃない？ってなって。え、けど結構 JK はねそういう感じなんですよね、うん、結構 JK はそんな感じですよ。みんな通知見てスルーするよ。ああ、誰かと誰どの内容かみたいな感じで、今度から未読無視するん。え、全然別にそんなことはない。リアタイで会話する時もあるけど、え、呼び捨てされてなかったのに本当は。嫌だねそれ、なんか嫌だね。嫌だねなんかそれ。呼び捨てされてなかったってことだよね。呼び捨てされてってことは再会する前は。やばい、死んだ、既読するウケる、おやすみ楽しんでる。え、そうえ、ひどいよね。 JK なんですよ。 JK って言っとけば何でも伝わるとか思うんだけど、そういうのは良くないよね。普通に直したいと思います。え、そのグループは本当に既読スルーだね。え、1000件は別に超えてない、ほぼゼロに近いと思う。なんか LINE の友達少なくて、本当に15人とか20人ぐらいしかいないんだよね。そうなんですよ。指示されてたの。されてたんだ。グループ LINE ね、グループ LINE は参加しない、そうめんどくさいってやつが多い。え、どういうこと？JK はみんなめんどくさいって思ってるよ、いろんなことに対して。そうなんですよね、そうなんです。え、何分、みんな何分、あと時間がないと思って結構早口で喋ってるんですけど、どうですか、ないですか時間。いや、それ LINE じゃなくても友達少ない。え、けど今日なんかあの昼休みに化粧してたら、なんかれなちゃんが化粧終わったら絶対に2人で写真撮るって友達くって言ってくれて、写真撮りました。お友達ゲットって感じですね、はい。なんかいきなり名前呼んできてみる。何ってなった、かわいそすぎるだろ。JK いる。JK みたいなこと言ってるよ。あ、52分やばいね、時間なんていいじゃないか。かっこいい風にして、学校のお昼休み、え、ぼっちじゃないけどなんかつむつむやりました。今日はつむつむやってた、自分の席に戻ってご飯早く食べて、そう、通酒誘われました。そうで、友達なんかあのより仲が深まりましたね、はい。え、そうなんですよ、ちょっと写真怖くて、学校の制服着てる時に、しかもなんかあの親友というか、なんかそのなんていうんだ、そのなんか高1の時から3年間ずっと仲いい友達みたいな感じじゃないので、だからなんか怖かったな、怖いんですけど、まあ大丈夫でしょうみたいな。え、言っちゃった、ダメじゃん、ダメだね、言っちゃったら、言ったらダメだよね。ズームゲームをしたんですけど、え、何使ってるか言っていいですか？めっちゃ最強だから、本当に強いからね、かきれな。え、マジでツム本当に強いよ。あのね、あの2段階使える、あのね、間違った、なんだっけあれ、あの鏡の白雪姫とみたいな、鏡のマレフィセントか、あれマレフィセントだ。え、多分ね、お友達は分かってくれてるから、多分 SNS に上げてないと思う。まず SNS を繋がってないから、その子たちと知らないんだけど、上げてるか上げてないか、多分上げてないんじゃない、言ってるんですけど一応ちゃんと。あ、それ女王と鏡、それだ、それめっちゃ強いの。本当に強いの、何それ、知らん、思ってない。え、本当に強いんですよ、本当に本当に強いの、やばいよ。
天才だよ。いやもう持ってるならね、本当にね、あの強化した方がいい。本当に強い、マジ強いから、最強だから。スキル2だけど本当に最強、スキル 2.5 だけど本当に最強です。何々とサリーの使ってる、なんだろう、コインどんだけ稼げる、5,000-6,000枚ぐらいかも。5,000-6,000枚ぐらい、1ゲームぐらい、あんまりかな。一応レナのスキルもちょっとそんなにあの上ではないんですけど、ヤクザ3人のやつ、強いのそれ、知らないわ、全然知らない、あげといてよ。強いやん。待って、死んだ。スコアもめっちゃ稼ぐの。あと何日、でも結構あるんだよね、結構あるんですよ、学校登校日が、登校日結構あって、2000なの、ダメじゃん全然。ダメじゃん。ちょっと教えてあげたいわ、もう最強になる方法を、ごじょうみたいな子で。最強だからね、はい。やってないから、それやってみてハマるよ一回。やっ、なめてた、本当にめっちゃうまいよ、うまいよ本当に。俺2000やばいだろ。勝ち誇るわ、これは、これは勝ち誇るわ。ちょ教えるわ、みんなさ、つむ入れて、本当に。ちょ、マウント取っちゃった、マウント取っちゃったわ。やばい、ウケる。ちょコメントもう一回見よう、俺にせ。おもろいね、めっちゃおもろいね。ちょっとマウント取っちゃいましたね。怒ってるよ怒ってるよ。先生調子乗ってます。チクられた先生に。スイッチでいろんなゲームしてるから、そのゲーム、あ、スイッチいいね。スイッチであのマリオカートやりたいんだよね、ちょっと買おうと思って、マリオカートのあれを、カセットを、そう、ちょっと最近ハマってるから、でもやる時間ないなと思って、どうせ買わないんだろうなって、買いたいという願望あるんですよ。そう、めいっ子に言わなきゃ。いや JK のお手本ですよ私。それな、ハート欲しいんだけど、最近つむつむやりすぎて、そう、最近のつむは強いのか、ガチャは。最近のつむじゃないからね、言っとくけど、レノのやつは。最低じゃない、こんなの追い打ちで言うの。あ、スクショタイム？スクショタイムやります？ iPhone の割り貸してた。じゃあ、ハート欲しいんだけど、ハートさ、もうさ、あの、100個ぐらいあったのに、200個ぐらいあったのに、もう20何個。どうしよう、スクショタイムどうしよう。やばい、時間やばいんじゃない？ピース。ポニテしたから。それな、ハート8000はすごいわ、普通に。だけど、コインは2000。ねえ、顔丸いとか言わないで。お正月の手に入れれたよね。そうなの、嘘、あれ本当に強いから、あれ本当に強いから、マジで、あれ、あれ使った方がいいよ、コイン2000とかの人は特に。本当に本当に、あれ本当最強だから。やばい、時間やばい、みんな時間教えて、時間教えて、時間教えてください。凝ってる。みんな今日もありがとう。わかんないけど時間が何分か。あ、58分ね、やばいじゃんやばいじゃん。スクショのやり方わかんないですか？スクショのやり方わかんない。本当にちょっと誰か教えてあげて。 iPhone かな、なんだろう、なんだろう、なんか適当にいっぱいボタンをいっぱい触っててたら多分できると思うよ。みんなありがとね、今日も楽しかったです。また明日、てかみんな明日頑張ってね、ラスト1日頑張りましょう。はい、ということで今日は振り返りレナが夢に出てくると思うので、はい、おやすみー、おやすみ、おやすみ、おやすみ、じゃあね、じゃあね、じゃあね、またね、またね、またね、おやすみ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 、じゃあね、バイバーイ。